あとそう、金スマさんの先生についての金スマさんの放送のスペシャルメドレーで AKB48 の楽曲、そう、出演します。出演します。そう、モームスさんと、なんかすごいよね、ナツさんって。そのもう一つの世代のアイドルのヒットソング全部振り付けしてたりとか、すごいよね、本当に。すごいなと思って、改めて感じた収録だった。なんか、そう、レッスン受けたかったなってすごい思うし、あと、夏先生に出会ったから人生変わった人もたくさんいるんだろうなとかも思って、そう、だから楽しみにしててください。楽しみにしててください、ぜひ。そう、あんな先生もそうだけど、私も未だにあんな先生から言われた言葉とか、なんか教えられたこととか、未だになんか、ああ、自分今言われたことできてるかな、できてないかなとか、なんか今あんな先生にレッスンしてもらったら何て言われるんだろうとかめちゃくちゃ思う。なんかそうやってすごいさ、成長につなげてくれる先生ってめちゃくちゃいいよね。出会えてよかったって思います、本当に。偉大なる振り付け師の方々。確かに今夜は金スマを見てください。ねえ、夏先生とは私は直接お会いする機会とかご指導いただく機会はなかったんですけれども、私もね、もともとはハロープロジェクトがめっちゃ好きで、もう夏先生はね、もう入る前から名前を知っていた先生だったので、そう、ちょっとご指導はね、直接はいただけなかったけど、夏先生が作ってくださった振り付けを今も AKB48 の楽曲歌う時とか、桜の花びらたちとかも夏先生なので、間接的に夏先生の振り付けをこうやってなんか学んで歌って踊って、すごいこうやって夏先生が残してくださったものをこれからも大切に、 AKB48 の楽曲とかも大切に歌って踊りたいなって改めて思いました。